はいどうも高野ノコです今回は4月2日のジャズをご紹介したいと思います1960年4月2日にニューヨークで録音されましたドラマーチャーリー・パーシップのリーダー作ですねチャーリー・パーシップザ・ジャズ・ステイツメンというアルバムを紹介したいと思いますレーベルはベツレヘムですねパーソナルを紹介しますとドラムスリーダーがチャーリー・パーシップでフレディ・ハバードがトランペットでマーカス・ベルグレイブがトランペット 吹いてましてでローランドアレキサンダーがテーナーサックスでロニーマシューズがピアノロンカーターがベースという婦人なんですけれどもまあチャーリーパーシップっていうとですねもうパッと思い浮かぶのがこれビッグバンドタイプのドラマーなんですよね有名どころだとあのやっぱディジーガレスピー楽団に在籍していたってことが大きいと思います1953年から1958年の間約5年間ガレスピーのバンドでビッグバンドを支えていたんですけどねまあ有名どころだとアットニューポートあのバー から出ているね1957年の演奏を収録した名盤があるんですけれどそれでも大活躍していますよねまあ、お祭り男って言われてるぐらいのディジーガレスピーですからこうにやかなですごく陽気で明るく元気なビッグバンドを弾いていたディジーガレスピーのことですからこれぐらいドラムをパシ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 叩きまくるねチャーリーパーシップのドラミングすごくディジーガレスピーはもう重宝したんじゃないかなと思いますもうとにかく本当にぎやかでビッグバンドも盛り上がって ななんぼーなのが売りなビッグバンドであれば彼のようなドラマがいればものすごく盛り上がるでしょうね。あとはですね、あのローランド・カークの「ウィーフリーキングスっていうアルバムご存知の方も多いと思うんですけどそこでもチャーリー・パーシップドラム叩いてるんですよねあの。リムショットっていうね、縁をカッて叩くね、ス,スティックの。 ちょっとと腹のところでカツンって叩くカッっていうのがすごい印象的なプレーしてますよねウィリー・キングズではね。あとブラッシュワークで思い出すのがあのピアニストレッド・ガーランドのアルバムで「フェン・ゼアラ・グレイ・スカイズ」ってアルバムがあるんですよね。レッド・ガーランドが長期引退する前に吹き込まれたちょっと沈んだ感じのくすんだ感じの本当その名の通りグレーなニュアンスをたたえたピアノトリオなんですけれどもそこであの有名な代表曲「セント・ジェームス・病院」っていう 曲をレッッッドドガーーラランド演奏しててるんでですすけどそのののバッククははブラッシュワークが非常に私の頭の中に私頭中残ってまなんでかっていうとあのスッとこスッとこスッとこどっこいみたいな感じでなんかスッとこブラシっていう私呼んでるんですけどスッとっこスッとっこスッとこどっこいみたいななんかちょっと日本かみたいなちょっと跳ね具合がちょっとやぼったいようなブラシワークをしていてまあ陽気な男なんだなと思いますけれどもねそういうなんかブラッシュワークだったりとかスティック でね、スティックの腹でリムを叩くこリムショットのカツンって音がすごく印象に残るドラマーなんですがじゃあこのチャーリーパーシップザ・ジャズ・ステイツメン自分がリーダーに回ったらじゃあどういうドラムを叩くのかっていうとまあスネアがうるさいうるさい <laughs> いやうるさいって言うと失礼ですけどチャーリーパーシップの方が怒っちゃうと思いますけれどもとにかくスネアをですね叩きまくって てるんですよ。もう1曲目のセブンスって曲聞いていただけばわかる通り。とにかくソネア叩きまくるは叩きまくるは煽りまくるは煽りまくるはものすごいですよ。もうパシンパシンパシンって、もう本当にチャーリーパーシップじゃなくてチャーリーパシンシップなんじゃないかと思うぐらい。もうパシン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 ってもうはっきり言って、あの管楽器奏者いいソロを取ってるんですよ。だけど。 ドラムの方にしか耳いかないんですよね。それぐらい、まあ、この人叩いてて楽しいんだろうなって思いますよね。これ、まあ、あとドラマーの人が聞いたら、これぐらい叩ければ楽しいだろうなって、まあ、リーダー作だからね、好きなように叩かせてくれればもらえればいいんじゃないかと思うんですけど叩ければいいと思うんですけども、まあ、これだけね、叩きまくられたら、もう、 あれですよね他のメンバー、燃えざるを得ないですよね、あるいはもう、このもうパシンパシンを打ち消そうとしても、負けじと躍起になってもうトランペット吹きまくるとかね、そうするしかないと思うんですが、まあとにかくすごいパシンパシン攻撃ですよ。 そうかと思えばですね、まあ、ディジーガレスピーのバンドにいたっていうこともあって、ザ・チャンプっていうね、ディジーガレスピー作曲の曲もやってるんですけど、これもまたドラムソロが長い長いうるさい、あ失礼しました、ドラムソロがすごいんですよ、まあ、自分のリーダー作だからね、もう何やってもいいんでしょうけれども、もうプラプラ,ラって、もう分かった分かった、すごいですよ、あなたはって、もう勘弁してくださいって体調悪いとき聞くと、そんな感想が漏れてしまいそうですね。だ時々合間に挟まれるこののロン・カータータ もう何言っっててんんんだか分かななないよよううベースさえも愛しくなってしくまうんですパシンパシンパシンっていうのを聞くとねその合間にねなんかロン・カーターちょっとだけベースソロの瞬間が与えられてるんですけどはっきり言って何言ってるか全然分かんないんですけどもただ、あのー、それですら愛おしく感じてしまうほどもうとにかくおしゃべりなドラムですよねまあこんだけおしゃべりな男が目の前でドラム叩かれたらもう。 もう笑うかもう勘弁してくださいというかしびれるかあのどれかでしょうねもちろん体調いい時に聴いたりとかねもうドラムのねこうジャズドラムのスネアのパシンっていう音を心ゆくまで堪能したい人とかあとオーディオチェック用にスネアの音を聴くためには何のアルバムがいいかななんて思う時はこの チャーリー・パーシップザ・ジャズ・ステイツメンなんてすごくいいんじゃないでしょうかね。もうとにかくこれはすねを聴くためのアルバムなのでもうメロディーとかアドリブは二の次ですね私にとってはね。いや皆さん本当にいいアドリブ取ってるんですけどいやーどうしても出てくる言葉というか今思い音楽を思い出しながら語ってるんですけども。 出出てててくる音ってドラムのしか出てこないんですよね。<laughs> それぐらいですねもうエネルギッシュで、まあ、これだけやられちゃもうごめんなさいって言うしかないなっていうぐらいもう元気元気パシンパシンパシンのパシンシップです本当に。にドラムが好きな方は是非お聞きになってくださいどのような感想をお持ちになられるでしょうかちょっと興味あるところですね ということで、えー、今回は1960年4月2日に録音されましたドラマーチャーリーパーシップのチャーリーパーシップザ・ジャズ・ステイツメンというアルバムを紹介させていただきました。えー、最後までお聴きくださいましてありがとうございました。